はい、皆さん毎度毎度。はい、コメント返しね。しばちゃん先生毎度毎度ね。床屋さんね、パーマ屋さんね、儲けたかったら宣伝活動し続けないとダメだよね。違う違う、売り上げを右肩下がりのマイナス成長させたくなかったらもう宣伝を続けるしかない。で、宣伝なんだけどキャッチコピーが大事になってくるよね。で、しばちゃん先生はマジでキャッチコピーいじろうとしてんの？いや、マジじゃなくてもいいんだけど、このキャッチコピーね、毎回毎回変えるっていうのは大事だよ。なんで変えるのって、やっぱりね、考えてね、書くたんびにね、上手くなるから。時にはね、考えすぎて間違った方向に行っちゃうこともあるかもしれないけど、やっぱね、出すたんびにね、毎度毎度違うことを考えてやらないと、まあ、それがね、テストになるんだよね。こんな文献作ってやってみた、反応なし、こういうのやったらちょっと反応ある。まあ大したことは変わらないけどね。まあ自分もね、やっぱりケツに火ついて何十年もキャッチコピーってのは考えてきたけど、キャッチコピーで物が売れるとは思わないよね。企業のイメージをなんか高める程度、サントリーの水と生きるとかね、あとアップルの CEO が最高のプレゼンをしたのが iPhone で、 iPhone が売れたのはそのプレゼンが良いから売れたわけじゃないよね。 iPhone そのものがするばっちから売れたんであってね。お店をね、儲けようと思ってね、まあいろいろ皆さん考えると思うけど、これ USP ってあるの。 USP、 あなたの USP は何ですか？あなたのお店の USP は何ですか？そもそも USP って何よって、あなたの特技、特徴、自慢できるものは何ですかと。何、皆さん何、何かある？俺らねえよって、センスねえよとかね多分うちの動画見てる方はね、物知りのね、若者とかね、知ったかぶりの若者ね、もう自分の仕事に満足してるような若者ってのはいないからね。まあみんなベテラン先生ばっかりだから、あなたの特技は何、特徴は何、あの強い、なんか持ってるものは何って聞いたら、年齢だよ、キャリア、経験値。あの、まあ、ご年配の方っていうのはやっぱり髪の毛がね、細くなったりね、あ、髪年齢でね、重ねてもう弱ってきてるからね、そういう方の悩み、そういう方の悩みっていうのはね、若者には分からないよね。やっぱり髪年齢を重ねてきた我々にしか、髪年齢の弱った人の気持ちっていうのは分からないよね。あと最近の若者ができないレイヤーカット、ダンカットね。若い美容師さんはね、あのセット剤でごまかすような毛先シャギしか切れないと思った方がいいよね。まあ、それ系で、まあ、とにかくごまかしてる人が多いんじゃないかな。中にはできる人いるかもしれないけどね。まあ、よく美容室のね、あのキャッチコピーで見るのがね、アットホームなお店ですって。こんなの書いてね、お客さん来ると思う？そんな当たり前なんだよ。美容師さんね、床屋さんね、若さを売りにするってのもいいけどね、もう若さには勝てないから、ベテランをいかに売りにするかね。今までやってきた30年以上のキャリアをいかに売るかね。これが USP だよね。あなたの自慢、ね、何ですかって。まあ、年齢しかないんだよね、最後ね。で、あとね、キャッチコピーね、他人が作ったやつをパクるってのも大事だよね。まず分かんないからパクってみる。それを自分なりにちょっとアレンジしてね。で、人の意見は、まあ、聞いてもいいけど参考程度ね。やっぱ自分で考えなきゃダメ。で、まあ自分なんかがアドバイスしてもそれやっぱり使えないの。っていうのは仕事の仕方も違うし、立地条件も違うしね、どんなお客様をやってるかも違うからね。まあ、直接的に変な頭をなしますってね。いや、それまあ聞いてね、まあ試してごらんとは言いたくなるよね。そんでどういう結果が出るかね。だけどその一言ね、書いてくれるとこっちもね、頭が動くんだよね。変な頭を直し続けて30年とかね。で、さらにダメ押しでね、おばちゃん客がね、あのおしゃれに若い美容室に行くとね、ボリュームダウンさせるヘアスタイルは得意なんだよね、若い方はね。潰す頭は得意なんだよ。で、そういうお店行くから、あの潰れた頭で変なになっちゃうんだと。やっぱりご年配はご年配のカットの仕方ってのがあるわけだよね。で、それを我々は30年間やってますと、30年前からそういう切り方は研究してるとかね。だ、そういうのをもっと美しく書き換えたらお客さん来んじゃねえかな。ちょっとこれも自分も考えて、自分ちのキャッチコピーに使っちゃおうと思うけどねはい、お疲れ様でした。動画の方はね、まあ長崎めて推定、まあまあ終わりだね。最後まで垂れ流し、あと研ぎのやつもそのまま垂れ流し、最後トンカチでぶったたくとこはまあ
まあいい音出して叩いてる、しつこく叩いてる、曲がんね曲がんね。はい、お疲れ様でした。ちょっとここ悪いけど、もういいか。
先っちょが切りりゃいいからね、チョップカット用だからね。まあこんなもんでいいでしょ。でこれちょっとどうなった長さ、まあいいや、大体合ってんね。これ先っちょね、痛いかんね。ほんでここまではもう終わり。
曲がんねえな。やっと曲がったかな。こっちはよく曲がってるわ。松崎は勝て。OK、あとはバフ。あとは実戦で使いながら調整出していこう。
ちょっと調子悪いね、これね、この辺がね。まあいいや。ちょっと納得できねえな、こっち側は。ちょっと弱いね。まあでもチョップカットができればいいだけだから。来てるね、これはね。いいね、これも実践で使えるようになったね。うん、やっぱ叩くといいね。叩くと、叩けない人はちょっとね、えどんな研ぎ方してもダメかもしんないね。頑張って叩くの覚えた方がいいね。はい。